LINE はやり取りしてる。は送ったんですけど、早く帰ってきてないの。まあみんなに送れるような内容だなみたいな。これ普段からしてる？この LINE と。これって次の日じゃん。そう。次の日に送るっていうのはやっぱあまりにも意識が低いから。将来のキスプラ経営を目指して結構なんか見てて、ね、葵自身がその教えてもらってることやってるみたいな。本人のやる気も聞き出したいんで僕も参加し、今回葵と誰かが売り上げ勝負をするっていう風になって、今回の葵との対決が葵だった。失礼します、いいですか、失礼します。あんなこう接客終わりましたみたいな抜け方は論外。あとは個人的にはもうそのベルトがめちゃくちゃダサい。中学生の番号交換しちゃうね。女の子明日そのまあ送りだろうが送りじゃなかろうがその連絡のやり取りとかを見せてもらう。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。あの昨日あの、はい、初回接客の動画を撮ったじゃん。はい、実際あれどうだった送り？結構自分の中ではさ6割ぐらい手応えがありますって言ってる中で、はい、俺送りの発表してなくて、はい、どうだった？送りは違う。違うだった。誰だった？カイト。はい、あ、なるほど。カイト。カイトね。LINE はやり取りしてる。は送ったんですけど、早く帰ってきてないです。どうだね。ちなみにじゃあ LINE を見せてほしい。おはよう。ちゃん、昨日は来てくれてありがとう。最近 VK 好きな子少ないから VK の話できてよかった。できて楽しかった。昔のクイナみたいなバチバチな VK の人がまた増えたらいいね。ちゃんとこのスペースとかも合ってて話しやすかったからまたお話ししたいな。歌舞伎町よく来る。なるほど。いわゆる感謝伝えて、はい、初回で話した内容を送ってで次また会いたいなっていう話だよね。で最後ハテナで終わるっていう。これ普段から知ってる？この LINE と、まあ、送りとかちゃんと話せた子にはこういう感じ。初回ついてあんまり話が盛り上がらないと、うん、ちょっと送る内容困っちゃう。こういう感じで送れてはない、うん、日頃からこれ徹底してやってるの？じゃあ意外と撮影で、はい、明日俺が見るよって言ったからこれ送ったわけじゃないですか。遅れてる子にはこういう感じでは、うん、まずこう1個気になったのがこれ11時27分ってこれ昼だよね。そう、うん、基本的にはその女の子が帰った5分以内に LINE しなきゃいけない、はい、これじゃ次の日じゃん。そうです、ね、次の日に送るっていうのはやっぱあまりにも意識が低いじゃない。その子が送りだろうが送りじゃなかろうが帰った時に一番に LINE を送ってまずアピールしなきゃいけない、はい、これは徹底しなきゃいけない、はい、今後どれだけ売れようがこれは絶対していかなきゃいけなくて今俺でもやってるから、うん、はい、それをハオができないっていうのがおかしい、まず、はい、うん、ちなみに電話とかはした？いや、してないです。あ、なんで？返事次第でちょっと見てみようかなって。聞いたことあるかどうか分かんないけど基本的には俺は電話を推奨してる、はい、あ、はい、なんでか分かる？電話の方がやっぱその距離感を縮められるのかなと。他には？わからないです、うん、はい、こういうケースで例えば、はい、送りじゃなくてとか送りで連絡が返ってこなかったケースっていっぱいある？ あります。あるよね、はい、うん、歌舞伎町の初回に来る女の子って1日で初回を2件3件で回る女の子もいるの、はい、で担当がいる子もいればいい、なんかちょっと微妙だったなと思ういろんなこう気持ちを持って来てる子たちが多いのね、はい、で、なんで電話してほしいのかって言った時にもちろん距離を縮めてほしいからっていうのは理由としてあるんだけどそれ以前に繋がりを強く持ってほしい。意味わかる？繋がり、繋がりを濃く持ってほしい、はい、あ、はい、そう言っちゃえば LINE1 通なんて今時無視できるのよ、簡単に、はい、うん、
後で返そうと思ってタイミング失ってもういいやになりやすい LINE って、うん、そうじゃなくてつながりを濃く持ってもらうために電話をしてほしいの、はい、俺は俺がいつも教えてるのは、はい、うん、だからじゃあよりじゃあ電話に出てもらうためには送りだったりとか初回ついてる段階で電話するねっていう約束もそうだし電話番号を聞くっていうのをあえてしてほしいこの時代に、うん、はい、一回じゃあまとめるね、はい、連絡先聞いた女の子が帰ったら5分以内に電話あ LINE をする、はい、そして席ついてる時に電話する約束をするで約束する時にしてほしいことは、電話番号を聞くもう一つが、電話する時間を伝える、うん、はい、これで出るか出ないかを試してほしい、はい、うん、出て電話に出てくれたらリピートで返ってくる確率はぐんと上がるそして何を目的に電話するかな目的その次の来店予定を、うん、はい、その通りだからしっかりと次の来店予定を決めれるかどうかっていうのはすごく大事、はい、うん、でも今回で言えば、LINE をもう一発目から無視されてるって状態やこれなんでだったの初回の時点でアプローチ足んなくて魅力がもうなかった、うん、まあそういうことだね、はい、初回のその10分間でもうこの人はないなって弾かれてるね、はい、うん、ということは戻ると初回の接客の仕方だね、うん、っていうのも大事にしていかなきゃいけないよ、はい、でも今回は LINE だから内容としてはまあ別にまあ悪くはないと思う、はい、基本的には今日来てくれたことに対する感謝、はい、した話をもう一度するで今後の話やねあとはこれからこう一緒にこういう風になれたらいいなとか一緒にこういうとこ行けたらいいなとかそういう未来の話をするっていうのが大体の大事な部分、はい、うん、でもなんか俺だったらその LINE にちょっと変えるんだけど自分が一番最初に思った第一印象と話した時の感想を伝える。わかる？俺だったら今日は来てくれてありがとう、はいはい、まあ送り選んでくれてありがとうとかよ嬉しかったとか写真指名してくれて嬉しかったよって初めつく前はおとなしそうな子でうまく話せるかちょっと不安な部分もあったけど話した時にすごく親しみやすかってめちゃくちゃ楽しかったってでその後に後で電話するからねとかをつけちゃうあーはい、うん、理解できたはい、うん、実践やりますかじゃあ実践実践、はい俺に、はい、LINE を送る、はい、うん、話した内容とか別に自分で考えちゃってもいい。ああはい、まあこういう感じで話したみたいな自分で、そう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 、はい、まあイメージしてね。イメージで、はい。イメージして俺に送ってほしい。はい。昨日送った放送で何点ぐらい？100点満点。LINE だけでも。LINE だけでも。あー50点ぐらい。めちゃくちゃ真剣ちょっと緊張しますね。取り繕ってるやろ。できた？いやまあまあ、でも大体作って、いや今確認だけ、まあ、確認してんの、いつも教える？してます、してます。はい、今送りました。はいっす、来ました。ごそたん、さっきは来てくれてありがとう。送り指名ですごい嬉しかった。パッと見で最初は話しにくいかなって緊張しながら着いたけど、いざ話してみたらすっごい話しやすくて楽しかったから、また お話ししたいな。今日営業終わった後に電話したいんだけど大丈夫かな。まあ60点です。これどこがダメかちょっと教えてもらって。いやまあどこがダメ、まあ言われたまんますからね。絵文字だったりとか。絵文字は気になるっす、今それ言おうとしたらちょうど。絵文字は気になるっす、このね、初期設定絵文字。いやもう別に悪くはないんですけど、もう俺はこう LINE とかも仕事のうちだと思うんで、多分僕の LINE とか多分
普段やってると思うけど、はい、なんか可愛い絵文字ついてくるやん。そうですね、はい、なんかそれがまたいいのかなって俺は思ってる。そう、なんかそこにこだわってそこにお金かけるのもいいのかなって。あとはね、まあこういう状況だで送ってくれたのもあるかもしれないですけど、まあみんなに送れるような内容だなみたいなっていうのはあるですね。なんか本当に興味あるの私にみたいな、俺やったら思うかも。めちゃくちゃ高いレベルを求めるんだったら、褒めた内容を話した内容以外にも好きなものの話をしてたとするやん、女の子が、はい、好きなものを話してる時の表情がめちゃくちゃ好きだったとか、あとはまあ、今後の話もそうだし、電話したいんだけど大丈夫かなって聞かなくていいと思う。電話するねって伝えてあるし、あ、はい、そう、電話するっていいと思う、はい、うん、一時許可取る必要ないかなって、はい、いやもう今までちょっと自分では思いつかなかったこととかもちょっと教えてもらったんで、はい、今後ちょっと実践、はい、していきたいと思います。はい、してください。はい、ありがとうございます。ちなみに今日はベルトはどんな感じですか？ベルト今日してないでしょ。いや、ベルトちゃんと変えてきました、うん、まあまあまあちょっと全然ダサいというか、いやいや、マジやろな、まあ、はい、なんでそのデザイン？いや、家にあったのがこれしか、他がこれしかなくてじゃあ頑張って、はい、ありがとうございます。3ヶ月後に100万。3ヶ月後、はい、行きましょう。はい、頑張ります。葵なんかに負けない